10月19日、ロシアに派遣されているとされる北朝鮮兵の動画がついに流出。映像では朝鮮語のような言語を話している様子も確認されており、ウクライナの戦場へ北朝鮮軍が派遣されていることを示す可能性は、ほぼ 99% 確定的な情報となりつつある。これは、ついに映像で証明されてきたとなると、北朝鮮軍も言い逃れできないでしょうね。10月3日に北朝鮮の将校がウクライナ軍のミサイル攻撃で戦死したという情報が出た時には、北朝鮮の将校があくまで弾道ミサイルの効果検証などのために訪れているものかと個人的に思っていたが、まさかここまで事態が急変するとはな。これは実際のところ、国際情勢的にはかなり危うい問題ではある。これまでロシアはイランや北朝鮮から軍事物資を支援されてきてはいたものの、兵士を直接支援してもらうなんてことはなかった。今回の動きはもちろん、ロシアと北朝鮮の強固な同盟関係を示すものであり、正直なことを言えば、第三次世界大戦に向けての構図が少し整い始めてしまったとすら言えるだろうな。イスラエルと周辺諸国の問題はあくまでロシアとウクライナの戦争とは別の問題だったけど、北朝鮮が派兵したとなると、韓国側も黙っておくことなんてできないでしょうし、もし仮に北朝鮮と韓国がやり始めるなんてことにでもなったら、アメリカと日本も無関係というわけにはいかなくなってきますよね。うむ。状況は刻一刻と変化し、膠着化していたロシアとウクライナの戦争は、新たなフェーズに移行すると思われるな。ということで今回は、ロシア軍、兵士不足が末期。北朝鮮兵1万2000人のウクライナ派兵が確定し、世界中を敵に回し始めると題し、新たに報じられている北朝鮮兵の派遣に関する情報、今後の展開などについて、掘り下げていこうと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、ためになった、とか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問等あれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。10月18日まで、ウクライナ情報局や韓国国防省はウクライナに北朝鮮兵が派遣されていることについて、情報を公開してきたものの、それを証明するような映像や画像は公開されておらず、さらには北朝鮮兵が最前線で確認されたみたいな情報も出てきていなかったため、これらの情報はまだ西側諸国内でも確定的な情報として受け止められていない部分もあった。ところが10月19日、突如こちらの映像が SNS 上に公開された。この映像はロシア領内の訓練場で、ロシア軍の軍服を着た北朝鮮兵が必要な装備を受け取っている映像とのこと。具体的な場所はこちら、ウラジオストクから北に位置する、セルゲイフカ村の訓練場での映像とのことだ。さらにこの場所では、ロシア領内に入った北朝鮮兵が何らかの訓練を行っているとされる。別の映像も公開されており、複数の映像からウクライナに派兵するために北朝鮮軍がロシア入りしたという可能性を裏付けている。ちなみにこれらの映像の情報元は、これまで何度もロシア軍の兵器の損失情報などを、実際の映像とともに公開してきたかなり信憑性の高いテレグラムアカウントの一つなので、ウクライナ情報局や韓国国防省の報道は、ほぼ確定的であると言って間違いないだろうな。これいつ頃の映像なの？情報元によれば、10月19日に公開された時から72時間以内の映像とのことで、つい最近の映像のようだな。なるほど。だとすると、まだ北朝鮮兵の大部分はウクライナ入りしていない可能性が高そうね。だからまだ前線での北朝鮮兵の情報が出てこなかったわけですか。うむ。情報はどんどん増えている。韓国情報局の情報では、今まさに平壌とウラジオストクの間で大型輸送機の移動が頻繁に確認されており、さらにはロシア太平洋艦隊の揚陸艦が、北朝鮮の港に停泊。ここでまずは第一弾となる北朝鮮の特殊部隊1500名、通称暴風軍団をすでに移送しており、さらに、すでに第二弾の移送計画も進んでいるとのことだ。全体で1万2000の兵が送られてようとしているという情報は、これまで出てきた情報と変わっていないな。暴風軍団、暴走族か何かかな？真っ先にバイクで突撃しそうな印象。いや、実はこれ北朝鮮軍各国から消す笑いなんて言ってられる状況では全くなくてだな。
この暴風軍団、正式には北朝鮮で第11軍団として知られている立派な特殊作戦部隊だぜ。参加の組織には先遣部隊として攻撃対象の偵察や重要施設の確保を行う、警歩兵部隊、他にも空挺作戦を主任務とする、航空陸戦隊、さらには敵の空港や港など重要な軍事拠点に対する襲撃や破壊工作を行う、狙撃部隊、特にこの狙撃部隊なる組織は、北朝鮮軍内では最精鋭部隊としても知られていることもあり、正直、北朝鮮軍そこまで出したのか、って驚きを隠せない話でもあるんだよな。空挺部隊とかは、正直今のウクライナの戦場ではほとんど効果を発揮しないでしょうけど、にしても最精鋭部隊を送り出している可能性が高いってのはすごい話ね。なんというか、北朝鮮軍の面目を潰さないためにも最も信頼性のある部隊を送り出したって感じかしら。うむ。ただこれ、今までのロシア軍の戦い方を踏まえると微妙な決定の可能性もある。というのも、先ほども話した通り暴風軍団はいわゆる特殊部隊的な軍隊であることから、今のウクライナの最前線で行われているような陸上戦を担当する部隊ではないんだよな。つまり、考えられる可能性は二つ。一つ目は北朝鮮兵の役割が最前線でのウクライナ兵との戦いではなく、重要拠点の偵察や工作だったり、空港や港の急襲などのより危険性の高い任務に従事する可能性だ。ただし、これらの作戦は開戦初期にロシア軍の特殊部隊や空挺部隊が失敗していることを考えると、正直あまり可能性は高くなさそうだぜ。ロシア軍実際、空挺作戦が無理だと分かってから空挺兵もどんどん歩兵として前線に送り込んでるもんね。うむ。なので二つ目としてより可能性が高いのが、ロシア軍の特殊部隊や空挺部隊と同様、彼らもまたウクライナの最前線で戦うために送り込まれることだ。ただこの場合、第11軍団の兵士として特殊な訓練を受けてきた彼らは最大限の力を発揮することができない。それはもちろん、彼らが受けてきた訓練は今の最前線の戦場とは全く異なるものだからな。特殊部隊やら空挺部隊が、飛行部隊や砲兵戦力に対抗できるかって言ったらそんなことないもんね。うむ。となると彼らには最前線のドローン戦術に対応するための訓練が必要になると思われるが、各種報道では、北朝鮮兵は11月からウクライナの戦場で戦うように準備が進められているとのこと。これはさすがに訓練期間としてはあまりにも不足していることを踏まえると、慣れない戦場で北朝鮮の優秀な兵士たちが、11月頭に一気にやられてしまうなんて可能性も結構高いと考えられるぜ。北朝鮮の兵士たちがどれだけドローン戦術に対応できるようになっているか、あとはロシア軍と北朝鮮軍の協力がどれだけ円滑に行われるのかも、大きな要素ですね。ただ北朝鮮兵3000人規模の特別ブリヤート大隊なんて組織が結成されていることを踏まえると、基本的に北朝鮮兵は北朝鮮の部隊として別個に動く気でしょうから、戦場に慣れるまでかなり痛い打撃を食らう可能性もありそうね。韓国政府はこれらの北朝鮮の派兵の目論見について、現代の地上戦における貴重な実戦経験を得ることにあると報告している。確かに死傷者は多くなるものの、韓国側としてあまりにも憂慮すべき事態なのは、この戦争で北朝鮮兵の兵士や将校らが、ドローン戦術の戦い方を習得してしまうことだ。韓国政府はすでに、緊急の安全保障会議を開催して対策を講じていることに加え、殺傷能力のある兵器を直接供与開始するという話も出ている。当然だが、韓国と北朝鮮の緊張関係がより一層高まることになるのも避けられないな。これまでもウクライナは、韓国製の弾薬を大量に受け取って使用してきましたけど、まさかウクライナとロシアの戦争が、韓国と北朝鮮の問題にも密接に関係してくるとはな。果たして北朝鮮軍の派兵は、ウクライナとその他の国々にどのような影響を及ぼすのだろうか。ここからは、今後の展開について触れていこうかと思うぜ。10月19日時点でウクライナの支援国の反応については、韓国以外は正直かなり慎重な様子だ。アメリカの CIA なんかは未だ、ウクライナへの北朝鮮派兵に対する見解や情報など、何一つ言及していない。10月18日時点で NATO のルッテ事務総長は、北朝鮮兵が戦争に従事しているという報道はあるものの、その証拠を確認することはまだできていない。ただしこれが変わる可能性はある、と、コメントを残しているぜ。北朝鮮派兵による影響が大きく、明確に反応を示して今後の対応について協議を進めているのは、今のところ韓国に限られているという現状だぜ。実際のところ、韓国側とアメリカやら NATO やらで色々協議している可能性がある気はしますけど、まあ、実際に北朝鮮軍がウクライナに派遣され、ウクライナ軍と戦っているという確証が出なければ、次なる一手も打てないって感じですか。まあ準備はしているだろうな。最も可能性が高いのは、韓国によるウクライナへの新たな兵器の供与だ。
実際のところ、韓国の現在の法律では戦争当事国に対する兵器の供与はできないので、アメリカを介しての供与、いわゆるところてん方式というやつで供与を進めているところだ。ただ、北朝鮮軍のロシアへの派兵は、韓国の安全保障にも大きすぎる脅威をもたらすことは確実であり、この一件が、韓国の法律を変える可能性につながることも十分にあり得るだろう。直接供与がどうの、で実際に韓国政府も発言していたくらいですからね。これらの決定で最も期待したいのは、やはりここに来て高い評価を得ている韓国製戦車 K2、そして自走砲 K9 などの陸上兵器と、これらで活用できる大量の弾薬供与だろうな。特にポーランド陸軍はつい最近、自国で採用した K2 戦車のレポートを公式に発表したんだが、このレポートによると、自国の戦車である BT91、アメリカの戦車であるエイブラムスよりも優れているとのこと、欧州諸国でも次々と採用が進んでいる韓国製の K2 戦車は、ポーランド軍にはかなり好評とのことで話題となっているぜ。はい。ウクライナとロシアの戦争が始まってから確かにポーランド軍、ドイツのレオパルトの採用から切り替えて K2 戦車の大量発注を決めていましたけど、ドイツとの政治的問題とか韓国側の栄養の上手さとか以上に、ちゃんと戦車の性能の良さを評価しているのね。うむ。正直こういうのはなんだが、韓国製戦車のこれほどの評価は韓国の防衛産業全体にとっても、ビジネス的に大きなメリットを享受できる瞬間になることはまず間違いない。この機会にがっつり K2 戦車や K9 自走砲をウクライナに供与することは、韓国の世界的な評価、投資としてもメリットが極めて大きい話にはなると思われるぜ。最大の問題はどれだけの数を提供できるか。すなわち在庫の問題と、あとは仮に大量の戦車や自走砲を供与するとして、その資金をどこが出すのかは問題になるだろうな。あとは K2 戦車や K9 自走砲を送るとして、当然ウクライナ国内にはこれらをメンテナンスするための十分な設備がないので、すでに大量に韓国兵器を採用しているポーランド側との調整も必要にはなりそうだな。供与するって決めたとしても、その資金は誰が出すのかとか平坦的な問題はどうするのかとか、いろいろと決めておく必要がある課題は無限にありますからね。まあそもそも、韓国がこれらの兵器をウクライナに直接供与するなんて話が決まったわけではないから、なんとも言えないけどな。北朝鮮派兵に対して何かするとすれば、K2 戦車の直接供与は最も高い可能性がある施策の一つではある。北朝鮮軍1万2000人が、ウクライナの戦場で実際に戦うことになれば戦況はどうなるのか。ここからは、実際の戦況の予測についても触れていこうかと思うぜ。これまでの戦況と変わらず、現時点では各戦線でウクライナ軍が押されており、ウクライナ軍が占領したロシア領クルスク州も、着実に奪還されつつある現状だ。ただし、すべての戦線においては少なからずウクライナ軍の反撃が成功している場所があったり、ロシア軍の機甲部隊が壊滅する様子が SNS 上で公開されていたりする。戦線の変化は相変わらず遅く、ロシア軍としては決定打を欠いているような印象ではあるな。現状、ロシア軍は軍事力でウクライナ軍を上回っている状態にありますから、正直このまま押し続ければ北朝鮮軍の協力を得ずとも押し切れるって判断になったものと思ったけど、このタイミングで北朝鮮軍の派兵を要請するとは正直意外だったわ。思ったよりもロシア兵も消耗しているというわけね。この点は以前の動画でも述べた通りだが、ロシアの最大の問題は労働移民を確保できなくなったことにあると考えられるな。2023年以降、ロシアは中央アジア諸国から労働移民を積極的に集め、その一部を兵士として強制徴兵して戦場に送るという施策を講じ、なんとか兵力を保っていた。ところが2024年3月に発生したモスクワでのテロ事件以降、ロシア人の労働移民に対する感情が悪化。この結果、ロシアはこれまでのような労働移民政策を続けることができなくなり、この四半期で労働力不足が史上最悪の記録を達成していることを、以前の動画で伝えていたな。ロシアとしては兵士をさらに拠出する必要があるものの、労働移民のあてもなくなってしまい、2024年半ば以降、これまで進めていたこれまでの経済計画に重大な滞りが生じるようになった。ロシア人を兵士として出すこともはばかられるし、移民を呼ぶこともできない。なので北朝鮮正規軍を、直接ウクライナに送り込んでしまえばいいという発想に至ったものと思われるぜ。北朝鮮も弾薬の提供とかでロシアからかなり経済的なメリットを受けているようですから、この派兵でさらに好都合な何かをロシアから引き出すことができたのかもしれないわね。ただし、とはいえ現在報道されている北朝鮮兵の数は1万2000人程度のもの。この数値は彼らにとっては残念ながら、一気に戦局を有利に導くものにはならないぜ。あ、そうなの？結構な数来るなぁと思いましたけど、すでに両国は数十万人単位で戦争を行っており、クルスク州方面だけでもロシア兵は5万人いるとされている。
各種報道からはこの1万2000の北朝鮮兵はクルスクやマリウポリ方面など、いくつかの地域2000人単位でバラバラに展開されているため、各地での戦力増強にはもちろんつながるだろうが、この戦争に終止符を打つような大きな影響力は持たないだろうな。もちろん、北朝鮮の兵士がさらに増派される可能性は否定できないぜ。ウクライナの支援国もこの状況を黙って見ているだけでは、ウクライナを負けさせてしまうことに変わりなく、かつその期間は少し早くなってしまうわよね。うむ。なのでウクライナ、および韓国やらアメリカやらその他の支援国による早急な対策が求められる。北朝鮮兵のウクライナの派兵はプーチンの焦りを示していることは明白だからな。おそらく彼は、この2024年から2025年の春にかけても相当な戦術的勝利を期待しているはずだ。11月から北朝鮮軍を最前線で戦わせる予定なんて話もありましたもんね。準備期間はどう考えても短い気がするのに。うむ。ウクライナもこの戦争を長引かせたくないわけだが、ロシアもロシアで労働力不足が深刻化して経済に致命的な打撃を受ける前に、早くこの戦争の目処をつけたくなったというところだろうな。逆に言えば、このプーチンらロシア側の思惑を潰すことができれば、たとえ戦争が長期化するとしても、ウクライナの勝利に大きな期待が持てるようになる。11月までにどれほどの準備が行えるのか、支援国の対応は今のところ見えてこないが、この2、3週間の動きが、今後の戦争の趨勢に大きく影響を与えることは間違いなさそうだぜ。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。